寒冷地とは、冬の寒さが厳しい地域のこと。行政上の定義や、学会の指針での定義など、必ずしも、基準や範囲は一致しない。寒帯の地域冷帯の地域欠片の気候区分によると寒帯に属する気候としては、氷雪気候とツンドラ気候が挙げられる。同じく、欠片の気候区分において、亜寒帯に属する気候としては、 冷体タウ気候や冷体等気象雨気候があり、それぞれ平均気温によって細分されている。フローンの気候区分では、極体、亜寒帯、冷体が挙げられる。なお、これらの中で、冷体は、地球の緯度と大陸の関係からほぼ全てが、北半球に存在する。建築設備分野では、大まかには、厳冬期に日常的に凍結が発生しやすく、対策が必要な地域を管理地、 年に一度来週するような寒波の際に凍結が発生する地域を循環冷地と呼ぶ。行政上の定義や学会の指針での定義など複数あり、国土交通省、住宅の省エネルギー基準では、I 地域及び2地域と3地域、区基調は衛生工学会、凍結防止指針では寒冷地 A と寒冷地 B のように実際には複数の基準で段階的に定められている。 凍結対策建築で、配管周辺などを氷点下以上に保ち、設備や装置の凍結を防止する。雪害対策建物、配管、装置の過重を軽減する。建物の開口部、避難路、エネルギー搬入路などの閉塞を防ぐ。結露対策結露を抑制し、建物や設備の劣化や破損を防止する。寒冷地は、豪雪地が多く、雪の付着による、 非視認性の低下が少ないことから、道路交通の信号機に縦型の配列が多く見られ、踏切信号機用にデフロスター付ける ED が開発されている。自動車も寒冷地向け仕様が販売されたり、鉄道車両は暖房能力や風雪対策を図った1 1 3系1 1 5系4 1 9系電車や、キハ47型機動車などの車両があり、ドアが 半自動扱いの時に乗降客が手動やボタン操作で開閉するものがある。欠片の気候区分においては、冷帯イコールは簡単である。ただし、他の区分では、これが区別される場合もある。JR 西日本の221系以降の、新造車の多く113系電車と103系電車の一部で見られる。ABC 管冷地における、給水用具の凍結防止対策管冷地。 給水技術協会2021年3月6日閲覧 ABC 東北地方多設歓迎地設備設計要領国土交通省東北地方整備局2017年9月9日閲覧ありがとうございます